はい、タイガです。今回は YouTube で登録者を増やす Vlog のコツについて解説をします。 YouTube で Vlog を始めてみたいけどどうやって作ったらいいかわからない、なんとなく始めてみたものの全然再生されずに需要がないのかなと悩んでいる人も多いと思います。 Vlog は初心者でも始めやすい一方で、登録者をうまく伸ばせているチャンネルとそうでないチャンネルの差が激しいです。実は Vlog で登録者を増やすためにはあるコツがあるのですが、このコツを知らずに損をしている人も多いです。そこで今回は YouTube で登録者を増やす Vlog のコツについて解説をします。この動画を見ると YouTube で登録者を増やす Vlog のコツがわかります。そして具体的な Vlog の始め方についてもわかるので、最後までぜひ見ていってください。ちなみに僕は普段アニメーションで YouTube の解説動画を投稿しています。 YouTube の始め方や登録者を増やす方法などを解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。個別相談も実施しているので、概要欄の LINE アットの友達追加もよろしくお願いします。まずはじめに、そもそも Vlog とは何かということについて解説をします。 Vlog とはビデオブログの略で、簡単に言うと自分の好きなことを文章で表現する一般的なブログの動画版のことです。 Vlog の特徴としてはブログよりも広い視聴者に届けやすいという利点があります。例えばブログでは主に文章や画像で日常や自分の好きなことを発信します。ですが Vlog では映像や音で表現ができるので、今まで文章や画像ではなかなか良さが伝えきれなかったものを伝えやすいという利点があります。映像や音で伝えられるということは、文章として理解できなくても、極端な話言語が通じない海外の人へも自分の動画が届けやすいということがあります。実際にこの Vlog は海外でかなり人気で、その流れで日本でも流行ったという経緯があります。なので動画の制作の仕方を工夫すると、日本国内だけでなく海外の視聴者にも人気が出て、登録者や再生回数を増やせるメリットがあります。また何も Vlog は登録者を増やしたり再生回数を単に伸ばしたりする目的ではなく、自分自身のブランディングとしても使われています。自分の個性や生活を配信したり、自分の生活の記録を残したり、ライフスタイルログのような形でチャンネルを作っている人もいます。自分の活動を知ってもらいたい、自分のことを知ってもらいたいと考えている人にとっても、表現の仕方が自由なので発信しやすく、2022年以降も YouTube の中でも引き続き人気のジャンルであるっていうことは間違いないと思います。まずは Vlog で YouTube を始めようと思っている人はここは押さえておきましょう。次に YouTube ではどんな Vlog が人気になるのかということについて解説をします。自己表現や自己ブランディング的な意味でも使われる Vlog ですが、 YouTube で登録者を増やす人気の Vlog にはいくつかパターンがあります。特に視聴者の感情を動かすということはすごく大事な要素になります。視聴者の感情を動かす Vlog の例としては、視聴者の憧れになる Vlog があります。例えばファッションや美容、ライフスタイルの Vlog なんかはこの視聴者の憧れになっているケースが多いです。こんな可愛い服を着てみたい、こんなおしゃれな生活をしてみたい、こんな美味しいご飯を食べて過ごす日常を送りたいなど、人が他人に憧れるポイントはたくさんあります。自分自身のライフスタイルを発信して憧れの存在になることで、真似したいとか参考にしたいと思ってもらえると、 YouTube ではチャンネル登録につながりやすいです。このパターンは芸能人やインスタグラマーなどのインフルエンサーが成功しているパターンでもあります。また視聴者の感情を動かす Vlog の例として、疑似体験ができる Vlog も人気です。海外旅行の Vlog や田舎暮らしの Vlog なんかはまさに疑似体験で、普段自分が行けない非日常の様子を見ることで視聴者の感情が動きます。こんなところに行ってみたい、世の中にはこんな場所があるんだという新しい発見になったり、好奇心をくすぐられることでチャンネル登録につながっていきます。人とは異なる生活をしていたり、少し変わったライフスタイルを送っている人はこういう発信をすることで成功する確率が高くなります。憧れのパターンも疑似体験のパターンも、どちらも視聴者の気持ちを動かすということが共通しています。自分自身や日常を発信することが多い Vlog ですが、チャンネル登録者を増やすためには動画を見ることで視聴者の感情が動く、感動するということが大事ということを覚えておきましょう。はい、それでは具体的に YouTube で登録者を増やす Vlog のコツにはどのようなものがあるのかということについて解説をします。今回は大きく分けて3つ紹介したいと思います。具体的なコツの1つ目は視聴者の共感を重視するということです。冒頭でも話をした通り、 YouTube で人気になる Vlog を作るためには視聴者の感情を動かすことが大事です。その中でも視聴者の共感を得られるかどうかというのは特に大事になります。例えば Vlog でもいろんな種類があります。主婦の Vlog、 旅の Vlog、 介護の Vlog、 料理の Vlog などたくさんのジャンルがありますが、
基本的にチャンネル登録をしてくれる視聴者というのはこの Vlog やこの日常に共感をしてくれる人になります。同じような悩みを抱えている、同じような生活をしている、この人の生き方や生活に興味があるなど、動画が見たくなるきっかけは全て共感です。なので YouTube で人気の Vlog を作ろうと思ったら、まずは誰に共感してもらえそうか、どんな内容なら共感が得られそうかということを最初に考えるべきかなと思います。個別相談でもいろんな Vlog の相談が多いですが、短期間で登録者を伸ばしたり再生回数が増える Vlog というのは、どちらかというとチャンネルのコンセプトや発信する企画の時点で共感を呼びそうだなと思うものが多いです。 YouTube の中で見たことがあるかもしれませんが、借金を抱えたとか無職になったとか離婚した、浮気されたなどのいわゆる自分の生活の中での嫌な出来事を発信してたくさんの再生数を伸ばしている Vlog も多いです。これは視聴者の共感を呼びやすいっていうのが特徴です。もちろんポジティブな内容で発信して伸びている人も多いですが、この共感してくれる人が多ければ多いほどチャンネル登録者や再生回数も伸びやすくなってくるので、まずは自分の動画が誰に共感されるのかということを考えてチャンネルを作るといいと思います。具体的なコツ2つ目はチャンネルの強みを決めるということです。 YouTube で登録者を増やす Vlog を作るためには、自分の Vlog の強みを明確にするということが大事です。 Vlog は発信方法が自由であることに加えて、誰でも発信できることから YouTube の中でも非常にチャンネル数の多いジャンルになっています。特にここ数年は Vlog を始める人が多く、競合が多い飽和状態になっています。その中で自分のチャンネルを見つけてもらって、なおかつファンになってもらい登録者を増やすためには、他のチャンネルにはない強みが必要です。強みというのは動画編集のうまさだったり、ストーリーの面白さ、疑似体験をしているようなよりリアルな日常感だったり、普段見れないレアな生活や非日常感などになります。こういう他のチャンネルとは違う自分のチャンネルの強みというのが明確だと、より視聴者の興味を引きやすくなります。逆に他のチャンネルと似たような誰でも発信できるようなチャンネルになってしまうと、なかなか登録者が集まらないチャンネルになってしまいます。例えば料理 Vlog でも、強みを何にするかという視点はすごく大事で、料理を強みに出すならレシピや料理シーンの音、見た目の美味しさや美味しそうに見える動画の撮り方が大事になります。でも夫婦の生活などのストーリーに強みを出すなら、夫婦喧嘩や喧嘩で仲直りした日の晩御飯など企画の作り方が大事になります。強みを何にするかによって、どういう動画の方が共感を呼びやすくなるのかも変わってくるので、自分のチャンネルの強みは何かということを決めて動画作りをしていくといいと思います。具体的なコツ3つ目は、自分と似た Vlog の成功事例を研究するということです。これは Vlog に限らずどのジャンルでも同じことが言えるのですが、特に Vlog では自分と似たチャンネルの研究がすごく大事になります。というのも Vlog はどちらかというと視聴者が検索して見つけるというよりは、関連動画やおすすめの動画に上がってきてたまたま見つけて再生されるということが多いジャンルだからです。もちろん検索流入も大事ですが、いかに他の Vlog の関連動画に載るかということが大事になってきます。例えば離婚をテーマにした Vlog なら離婚 Vlog、 旅 Vlog なら旅 Vlog、 子育て Vlog なら子育て Vlog など、自分が始めようと思っている Vlog で同じ Vlog がまず YouTube 上で伸びているかどうかを探しましょう。特に短期間で直近で伸びている Vlog のチャンネルがあれば、そこの関連動画に載って同じように一気に伸びる可能性も高くなります。逆に成功事例がないときは危険です。自分がやろうとしている Vlog のテーマでは視聴者の共感を呼べなかったり、関連動画に載らず再生されにくいチャンネルになってしまうこともあります。また成功事例のチャンネルが1年前や2年前に伸びたチャンネルだと同じように再現できない可能性もあります。なのでまずはこの 2,3 ヶ月以内やせめて半年以内などで同じように伸びている成功事例の Vlog を探すべきです。そしてそういうチャンネルが見つかったら、サムネイル、タイトルはどんな形で作っているか、動画の内容はどんな内容なのか、どんな形式で動画を作っているのかというところを研究していきましょう。関連動画には同じような形式やテイストの動画が載ることもあれば、テーマが近しい動画も載ることがあります。タイトルやハッシュタグ、動画の内容が近ければ関連動画に載る可能性も高くなるので、関連動画経由の再生が多い Vlog ではこのリサーチは必須になるので、今までできていなかった人はここを意識してチャンネルを作るようにしましょう。最後におまけですが、 Vlog は初心者
者でも伸ばしやすいということについて話をします。個人的には YouTube での Vlog は特に撮影のスキルや編集のスキルがめちゃくちゃ高くなくても伸ばせる分野だと考えています。個別相談でも実は60代70代の方からの相談も多く、いわゆるシニア Vlog の動画で大きく登録者や再生数を伸ばしている人も多いです。定年退職を機に YouTube を始めましたとか、趣味の一環として始めましたという人も多いですが、中でもパソコンを持っていなくてスマホで撮影編集をしてうまくいっている人も多いです。他のジャンルではなかなかスマホ撮影、スマホ編集ではうまくいかないことも多いですが、 Vlog は日常を発信するので、見せ方によってはそういう荒削りな動画の方が日常感が出せたりもするので、比較的初心者でも始めやすくうまくいきやすいジャンルかなと思います。そういう意味では初心者で年齢関係なくスマホしかなくても人気チャンネルを作れる可能性があるので、2022年以降もおすすめのジャンルと言えます。なのでもし YouTube をこれから始めようと思っている人で、一体何から始めたらいいかわからないという人は、まずは趣味の一環として Vlog から始めてみるのもいいかなと思います。自分の生活のどういうシーンを動画にしたら視聴者の共感を呼べるのか、人気が出るのかということを考えるのは YouTube の勉強にもなるのですごくおすすめです。今 Vlog の始め方や伸ばし方がわからなくて悩んでいる人は個別相談にも乗りますので、ぜひ気軽にご相談ください。はい、それでは本日のまとめです。今回は YouTube で登録者を増やす Vlog のコツについて解説をしました。具体的なコツとしては、視聴者の共感を重視する、チャンネルの強みを決める、自分と似た Vlog の成功事例を研究する、この3つを紹介しました。これから YouTube で Vlog を始めようと思っている人は、ぜひ今回の動画を参考に頑張ってみてください。また動画のコメント欄で動画にしてほしい内容を募集しています。日々のチャンネル運営で悩んでいることがあれば、ぜひコメント欄にコメントをください。概要欄の LINE アットからでも個別に動画のフィードバックもしているので、そちらも気軽にご相談ください。それでは今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。